学部研究生のイ・ジョンです。メディアアート1、最終作品の中間発表を始めます。大学院のゼミの方の作品はかなり説明的な作品になっていて、今回は感覚的な作品を作りたいと思っています。まずタイトルの説明をします。レムロン、異常、アブノーマルという意味で、ウェンは腫れ物、コブという意味で、異常なコブ、異常な腫れ物という意味なんですね。頭や腕を体に入っている腫れ物として捉えたら面白いと思ってつけたんですけど、作品の最後にこれがどう変わっていくか期待してください。ニューノーマルとの関連性。異常なものが次第に正常なものに変わっていく。これに着眼して新しく身体が変わっていくというコンセプトなんですけれども、パフォーマンスとして神経質に手を洗ったり、体をかいたり、咳をしたり、それと同時に体がどんどん変わっていく。最後窒息していくという流れになっています。映像を用意しましたので見てください。手を洗ってるんですけど、どんどん神経質になっていくという。もともとは外にいた頭が中に入って、中の腕が外に出る形なんですけど、まだ未完成なので、これから直します。これからの作品の方向性。水槽を購入する。高さ45センチの水槽なんですけど、これではイメージ通りに撮影ができると思います。音を繊細に作る。水の音、空き缶をぶつける音など。再生速度。背景にも変化を与えたい。パフォーマンスの数を増やす。手を洗う以外の、先ほど言った咳をするパフォーマンスとかですね、追加したらいいと思います。中間発表は以上になります。よろしくお願いします。
Thank you.
Bom. じゃんじゃんじゃん。お、いいですね。
ではこれを牟田康子さんの救出作業と言っております。アップルシードが4巻で凍結して日本における政治運動は力を認められなくなった。それ以降、通奏低音のように我々を捉える、多くの極端な普通のつもり、をして、数々の災害をして、ロマン主義者が海を見て感じる崇高のごとく我々は無力さを知っている。西洋より輸入されたホワイトキューブの中で、貴族たちは言語ゲームに興じている。西洋より海を渡ったグライムのシンセベースは、アフリカの漁港で新たなる文脈を手に入れる。スケボーをしながら言葉で遊ぶ。今いる場所に来るまでに、通ってきた道の決めを知る。それらをして私は、新たな文体で意思を示す。